はい、皆さんこんにちは、葉月光栄です。こんにちは、玉木です。はい、葉月のショー with tea ということで、今日もよろしくお願いします。はい、今日は、うん、気づいたらこのね、あのナショーも、うん、ウィズティーも、もう300回。はい。300回ですよ。すごい。ねえ。300回。300本もあるのよ、これ。どうする、たまちゃん。これ私の、まあ、墓場持っていかないといけないじゃん、これ。これ私のメモリアルとして。じゃあ、もうメモリアルですよね。300回もあるのよ。いや、ありがたいですね。なんか、子供の頃ってそんなに、まだまだそのビデオとか、ホームウェアとかやけど。古いみたいな。古いですよね。今の子当たり前です。カセットテープみたいな。ビヨビヨンで伸びるみたいな。いや、すごいですね。だから5の4からかな、うん、から、これを、はい、させていただいて、ありがとうございます。いえ。もうまさか本当にこんなに。続けられるとはね、ありがたいことでございます。ありがとうございます。はい、300回。はい、300回になりますが。ね、うん、もう超えたんですけども、うん、まあなんか、この間ね、ちょっとメルマガの方でも書いたんですけども、その、まあ今ね、この時期だから多分ね、皆さん迷ってる方多いんじゃないかなと思うんですよ。うんうん、やっぱり大きな決断っていうか、今本当に選択の時が訪れてるんで、はい、選択ってジャブジャブの方じゃなくて、チョイスね。チョイスの方ですけども。要は、選ばないといけない時期なんですよ。そうですね。はい。いろんなことをやっぱりジャッジして選んでいくっていうか、そういう時期で、やっぱり、まあ、迷うじゃないですか。当たり前だけど。迷わないものは即断ね、即決できるかもしれないけど。まあ、結局、なんか自分のことだけじゃなくて、まあ、ご家族のこともあったりして、まあ、それこそその住む場所を変えるとかいうのはすごい大きな決断だからね。やっぱり迷うじゃないですか、はい、で迷った時にどうすればいいかっていうね、迷った時の対処法3つみたいなことをこの間話したんですよ、はい、あ話したっていうかメルマガに書いたんですけども、それちょっとこの、動画の方でもフォローしとこうかなと思ったんですけど、タムちゃんで迷った時に何を判断基準にする？いや、もう迷いやすいですからね、そもそももう、アンテナが4本ぐらいありますから。うん、もうなんか、ぐるんぐるん、ぐるんぐるんしたのに、ぐるんぐるん、ぐるんぐるん。よう迷うね、あんた、みたいな、本当に飽きもせず、みたいなね。数字ってすごいと思うんですよ。すごいですよ、本当に。それはもう2本あるからさ、迷うのよ、みたいな。いや、すごいと思う。こだそう考えたらね、本当に僕なんか1本しかないでしょ？ない。1で7で、はい、両方とも1本ずつだもん、矢印で、ね、だからもう本当にね、迷わないよね、うん、っていうか迷えない、うん、迷うがわからないってこと。いや、そう、わかんない、なんで迷ってんのかなっていうのが。私2本だから、もう迷いまくり、うん、でね、まあまあまあ、その時に、どういう風にすればいいかって、一応僕的には3つ対処法があるんじゃないかなと思ってるわけね、はい、ください、うん、で、まず1つ目、はい、でこれはもう迷った時は決めない、うん、うんうん、もう迷った状態で決めない、はい、だから、まあ、迷ってる時は僕的に言うと迷いたいんでしょって感じなのね、うん、でいいじゃん迷っとけば迷うのが好きなんでしょって、そうそう、迷うの好きなんでしょ、ずっと迷っとけば、ずっと迷っとけみたいなグラングラングラングラしとけみたいな。でそれはやっぱりね、自分でなんていうのかな、それをちゃんとコミットするっていうか、うん、あ、迷ってるんだ私、うん、ね、で、あ、迷ってるっていうことは、例えば決めたくないとか、今はね、うん、うん、迷いたいんだとか、うん、迷うことを楽しんでるとか、まあなんかちょっとそういうふうに自分は客観視してみて、だって絶対決めないといけないって話じゃないんだから、迷えるっていうことは。まあそうですけどね、迷う方は焦りますけどね、うん、うん、だからなんか、ああ私は今迷ってて、それは決めたくないんだなっていうふうに捉え直す、うん、なるほど。だからもうとりあえず置いとけ、みたいな感じでもいいし、うん、おいお、迷ってるっていうこと、迷ってる自分をちゃんとこう客観視するっていうか。うんうん、だから、絶対それで、まあ、選択しないといけないっていうわけでもないし、それね、大概ね、ほっといたらね、大概どっちかになるから。
だいたい見えてくる。そうそう、いや自分では決めてないつもりだけど、なんかこっちが、なんか知らないうちに決まっちゃったみたいな風に、ね、結構なるから、はいはい、それで、ああ、もうそうなったんだったらそれを受け入れるでもいいし、はいはい、その時に逆にもうこっちは絶対嫌だと思ったら、別の方行けばいいし、わかりやすいじゃん。そうですね。だからもうなんかまあ流れに任すみたいな、ね。なるほどな。まあそういう選択肢とか対象が一つ。はい。で、二つ目。はい。迷わない自分になる。って決めちゃう。ああ、もう セッティングの問題ですね。そう。うん。あの、まあ、僕そういうタイプなんだけど、そうそうですね、はいはい、もうだから別に、わかんないよ、迷ってんの。なんで迷うのかなっていう。うん。迷えないし、みたいな。うん。ね、ご飯迷いますけどね。ご飯迷う。何にするって。結構それ、どっちでもいいって話なんだよね、それ。そう、そこ、すごい委ねますよね。そうね。うん。まあ、そういう、まあ、どうでもいいことですもんね。そう。だから、そこは、そういうことですもんね。だからもう、それは、もう、うん、あの、なんていうかな、自分の軸が、はっきりできるっていうか、うん、判断基準が明確だから、迷えないっていうか、迷わないっていうか、あ、それはいらないとか、あ、それやりますとか、うんうん、もう、なんか、即断なんですよ、それ。うん、迷いがないから、はい、本当に。だからそうなっちゃうとすごい楽だよね。そうですね。うん。そうですね。うん、で、そのためにはどうすればいいかっていうような話は、まあまあまあ、なんていうかな、わかりやすく言うと本当に、まあ、目覚めるとか、悟るとか、覚醒するとかいうことかもしれないし、自分の軸が明確にできると、本当に取捨選択が簡単だから、うん、はいこっち、はいこっち、はいそれいらない、はいこれいます、みたいな。でそういう風になっちゃうっていう方法も一つ、うんうん、だからもうその迷うっていうその事象にフォーカスするんじゃなくて、あ、じゃあもう私は迷わない自分になるっていう風に決めるっていうことでね。でそのためにはいろんな方法論があるから、うん、まあもちろんその瞑想するとか宇宙とつながるとかいうこともそうかもしれないし、うん、自分の軸が明確にできるともう迷えなく自分になる自分になるんでね、うん、もうそれもありだよと、うん、ただこれに関してはやっぱり時間がかかる。ああ、まあ、そこまで迷わなく。そう、迷わなくなるまで。なるまでね。そうですね。これは時間がかかる。あ、まあ、かかれない人もいるかもしれない。はいはいはい。ね、わかんない。これ個人差があるし。さらにもう一、もうといえば、迷えなく、必ず迷えなくなるかどうかわからない。そうなんですね。またそこに迷うかもしれない。そう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 。どうしよう、なんか私これでいいのかしら、みたいな。そうそう。私これで迷わなくなってるかしらって、もうすでに迷ってんじゃんみたいな話なんだけど、そういう風になる可能性もあるから、必ずそこに行けるとは限らない。振り子になるかもしれない。そう。これ2番目ね。はい。で、3番目。3番目はね、もう委ねる。宇宙に。宇宙にじゃない。いや、宇宙に委ねるのは2番目の方法。ああ、そっか。うん、迷えなくなるんだから。もう宇宙に委ねちゃったら、もうそれは宇宙と繋がってるということだから、うん、もう迷わないんですよ。うん、で、3番目は、もう委ねる、うん。委ねるっていうのはもうなんか、他人。うん、そう。もうこの人にも投げちゃう。もうお任せ。でもこの人っていうのを決めないといけないですか？そう、それが迷うんだよ、だから。そういうことですよね。でもこれね、うん、会社に入るとか、どっかの学校を選ぶっていうのと全く一緒なのね。はい、結局、その会社に入っちゃったら、うん、その会社に入ったその会社の方向性とか、あるじゃん、はいはいはい。当たり前だけど、ね、社長さんとか経営方針とか、はい。で、その経営方針で、なんか毎朝、あの、なんか朝礼でなんとかいますみたいな話になっちゃったら、もうやるしかないじゃん。うんうんそう、周りから見ても、それおかしいんじゃねえのって言っても、もうそこに入ったって決めたんだったら、うん、もうそこは委ねるのよ。でも、そうするとそれは楽だよね。ある意味。もうだって、もうみんなやってるし、もうそうやって決めたから、まあ、よくわかんないけど、この社長が言うたから、はい、みたいな感じで、ひとーつみたいな風に、ね、なんかこう、まあ、今日も頑張りますみたいな感じで言うのも、ありじゃん。まあまあそうですよね。そう。でも、それは、でも、その、どの会社に入るかは、自分で決められるわけよ。何選択か。そうか。ね。はい。で、そこを決めてしまえば、あとは全部委ねる。うんうんうん、そういうやり方をすると、一個ずつの細かいことではほぼ迷えなくなるから。うん、そうですね。うん、大きな部分でそのどの会社っていうのはもちろん迷うかもしれないよ。でもそれももう本当になんか、えいや、みたいな部分だから、なんか、これからはそういうふうに、なんだろう、まあ、まあ僕みたいにね、あんまりその、まあ、あんまり迷わないっていうか、まあどうやって迷うのかがよくわからないぐらいの感じで、あ、なんかこの人と思うんだったらもうその人、もうとりあえず行っとけ、みたいな。だからその時に、あの皆さんがよくやりがちなのは、つまみ食いをしようとするわけよ。いや、はずきさんこう言ってるけど、はいはいはい、A さんはこう言って、はいはい、B さんはこう言って、それ全然ダメでしょって。はいはいはい。
全然もう迷ってるよね。それもう完全迷いたくて迷ってるわけよ、それは。うん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 、だそうじゃなくて、もう、はずきさんだったら、もう、はずきさんにするのよ。しばらく。はい。もう自分がもうやりきったぐらいの感じで。うんうんうん、でも、なんかずっと聞いてて、もう、このやじもうつまらんっていうか、もうダメやと思ったら、他行けばいいと思うけども。うんうん、じゃあ一回録音したら。そうそう。とりあえず、こう、録音したら、この人が言ってることを聞くのよ。うん、で、そしたら、ほぼ悩まなくなるから。迷えなくなるから。うんうんでそれはね、うん、僕すごい具体的なっていうか現実的な対処法としてありじゃないかなと思う。そうですね、うん、確かにもうそう決めちゃえば、まあ、そう、まあ、でもすっきりするよ。3番目ってちょっとやりなんかこう迷う人からすると、うん、こう乗っかりやすいっていうかやりやすいかもしれないですよね。そう1番目、うん、2番目よりは3番目がやりやすいっていうか採用しやすいんじゃないかなと思う、うんうん、そうですね、うん、結局自分で考えてる限りずーっとこうぐるん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 になるからそれだったらもうこの人がそう言うんだったらもうそうしとけみたいな、うんうん、で結局その大事なことはやっぱり自己責任だよなんですよ。最後はね。最後は。要は、この人を選んだのはあなたなんだから。私が選択した。そう。うん、だから、この人を責めても仕方がないわけよ、うん。で、この人が違うと思ったら別の選択をまたすればいいだけの話だから。だから、やっぱりこう、支配とかコントロールにやっぱりなりがちだからね。そうね。結局その洗脳みたいな話になっちゃうわけ。はい。うん、そのなんか宗教団体に入るみたいな。別に僕は全然悪くないと思うんだけどね。もうそこを信じて、そこで自分が心地いいんだったら全然いいじゃんと思う。ただやっぱり、どうしてもこの、まあ、そのトップっていうかリーダーさんが、どうしてもその権力欲とか、その支配欲とかが出てくるから、コントロールしたくなるんで、そこを僕は皆さん見極めた方がいいと思う。こう、リーダーさん誰についていこうかっていうふうに考えたときに、その、いわゆる、こう、独占欲っていうか支配欲っていうかコントロール欲が強いとやっぱりちょっとこうあんま不自由で、うん、なんか辛くなるんじゃないかなと思うから、うんうんうん、なんかこう緩い感じで、はい、まあなんかどっちでもいいんじゃないのみたいな出ても入っても好きにしたらぐらいの感じだと、うん、まあいいんじゃないかなって思うんだけどね。なるほどね。まあこれから迷いやすい時期にもなるわけですね、はい、そうです。まあ、一つぜひ参考にしてみてください。その、まあ、三つ対処法があるよと。で、もう最終的に迷ってどうしようって決めれない方も委ねちゃえ、みたいな。それはなんか、やりやすい選択。はい。もう本当に会社と一緒ですよ。はいはいはい。だからもう、この会社に入ったら、もうこの社長が言うことを聞きましょうと、うんうん。この会社の方針でとりあえず行きましょうって言って決めたら、もう社長の言うことをしっかり聞いて、うん、分かりました。なるほど、分かりました。よし、やってますみたいな。そういう感じでいいじゃんっていう。それはね、これからの時代をこう、うん、なんか渡っていくのに非常になんか大事な要素になるんじゃないかなっていう気がしますけどね。なるほどですね。はい、迷ったら、はい、迷った時の対処法今3つ。3つ、はい、うん、参考にしてみていただければと思います。はい、この辺で、はい、どうもありがとうございました。